はいえー、3094回始めます、えー、7月の20日ですね、土曜日入ったところですね、はいこのね、よく夏はきついのよ、本当に寒さっていうのはね、あのストーブ炊けば、うんいくらでもしのげるんだけど、この暑さはしのげないね、うん、電気がないとやっぱ暑さはしのげないよ、せめて扇風機は欲しいよ、しのげない。 このね、100均で買った、ダイソーで買ったこのセンスこれぐらいじゃ暑さしのげない、だって蒸し暑いんだもの、うん、FN プライムオンラインからですね、3000とび94回、学校給食の無償化、これ求める声が3万2000丁の署名を集めたという、膨大な事業費がネックになっているということで、ね、新潟市は、 えー、全国一律無償化を国に要望っていうことですね。はい。これ、まあまあまあ、新潟のこと書いてあるね。FNN プライムオンライン。小中学校の給食費を無償化にする自治体が全国で広がっていると。しかし、新潟県内で無償化している自治体はわずか,わずか4市町村っていうことでね。なぜ、給食費の完全無償化が進まないのか。えー 新潟市で7月、無償化求め市民団体が集めた署名を副市長などに手渡したっていうことでね、まあ私もね、まあ、子供いるんだけど学校給食はやっぱり無償にしてもらいたいね、うちも払ってるよ、うん、払ってる、結構高いの、うん、毎月いくらぐらいかな、これ奥さんがねちょっと担当でね奥さんが払ってるんだけど、私、わかんないけど5000円はするよね、多分もっとすると思うよ。 うんはいうん,うんとうんえー、っと新潟市が完全無償化に踏み切れない理由について、えー、夏目教育長は人口が多く事業費が膨大になるというところが一番のネックと話すと2021年は小学校で年間 5万4000円中学校で年間6万5700円だった1人当たりの新潟市の給食費は物価高もあって、えー、今年は小学校で6万1000円中学校で7万2500円になったということでそうだねうちも多分月5000円ぐらいを払ってると思うもん小学校中学校だと6000円ぐらいを払ってると思うもんね、うん、多分同じぐらいだと思うよ これ年間ね小学生6万1000円これ新潟の場合だけど6万1000円中学校で7万2500円っていうことでね年間いやーこれは無償化にしてほしいねで財,財源がどうこう言ってるけどねあのー、やっぱり優先順位をね変えるだけで学校給食の無償化なんかできるよ。うんで、あのー やっぱりなんていうのかな今ね、ね子供のあの要は親の経済状況の格差によってね子供の食べるものっていうのかなあのそういうのも格差出てきてるんで学校給食っていうのはね、うん、所得の低い世代貧乏状態にとっては本当、学校給食命綱だから、うん、これ昔もそうだけどね昔、私の私が小学生だった時も本当にね貧乏な家庭の子っていうのは。 給食で栄養を取ってたようなところもあるからね、うん、給食のおかげで育ったみたいなね牛乳は毎日飲ませてくれるし、ね、あのパンとか余ったものを持ち帰ることもできたしという感じで <laughs> あのそういう方、あったよ、結構、うん、周りに結構いた今だっておむしろ増えてるんじゃないの今あの、ね、格差社会になっちゃって,だって子供の67人に1人が貧困だって言ってるんだから。うん いう中ではねやっぱり学校給食は無償化にしてほしいね,ね小学生1人当たりだってかかるの6万とか7万でしょ新潟の例がそうだけど、うん、あの全国も同じようなもんですよ、うん、私の宮城県だっておそらくちょっと私はっきり奥さんが担当してるんで分かんないけど小学生で多分月5,000円中学生で67,000円は払ってると思うよ給食代、うん、これ大きいって子育て世代にとってはこれはうん はいい大きいですよはいだから無償化していただきたい私もねこれは優先順位、うん、あのー、ね明石市長なんか無償にしたよねこれねおそらくねもう、うん、特にやれるとこがあってやれないとこがあるとおかしいからやっぱりね国一律で学校給食っていうのは私はね全国一律でうん。 国が温度取とってもう無償化にすべきだと思うよそしていつかなる絶対なると思うしね、はい、絶対なるんだったらもう早め早めにやってほしいですようちなんかもうこれ無償化になる時にはもう子供たちがいなく何ていうのもう大きくなっちゃったっていう状態になるそなん損した気分になるからね <laughs> あと<の> <laughs> からやられるとうんどうせやることになるんだから早めに無償化やっていただきたいようちもうん 少しでも楽にしてよって感じですよ。給食ぐらいただにしようよ。ね、少子高齢化っつってんだから。はい。ねうん。できればね、学校のもう備品とかランドセルとかそういうのを無償、全部タダにした方がいいと思うよ、私は。うん。子育てにかかるお金っていうのは。うん。多分将来的になっていくと思うよ。なっていくんだけど時間かかるんだよね、これね。はい。ということです。はい。なんか新潟の話だったけど。 なぜかねこの FNN プライムオンラインねあのー、上がってるってことですよ給食費もね今の昨今の物価高で給食費もどんどん値上げされてるってことですよはい無償化お願いします私もね一人の親としてはいこれは大賛成ですよと終わりたいと思います3094回ね学校給食ただにしてくださいお願いししまますすチャンネル登録高評価お願いします失礼します